タート。よし、はい、おはようございます。今日もよろしくお願いいたします。いやー、長かったー、マジで。僕これ、YouTube チャンネル、僕いろいろシリーズ動画やるんですけども、今やってるのが12日連続配信の、今日がね、12日目やっていきます。よろしくお願いします。マジ長かったっす、マジ、本当に。いやー、無編集一発撮りでね、ずーっとやってるんですよね。そこでね、こう自分の身の丈に合った最適な動画の長さ、尺を探りたいってやってるんですけど、いやー、皆さん予想してくれてます？どうですか？1分、2分、3分、4分、どこが一番当たると思いますか？で、これ本当にね、あの最悪なパターンあるんで、どれも突出しないっていうね、全然もううんともすんともっていうね、これワンチャンあるんで、そうなったらね、もうまあ元の子もらえないっていうか、まあそれも失敗もまあいいデータかな、情報収集かなと思うんですけど、僕はですね、こうやってきた意味ではですね、まあ1分の動画がね、見やすいし、回るかなと思いきやですよ、意外や意外ね、2分動画最強説、最適尺説あるんじゃないかなって僕はね、予想しながらね、ずっとやってきてましたね。でね、4分動画、これね、もうほんと強敵ラスボスみたいな感じでね、やってますけども、残り2分30秒ですね。もうちょっとね、今日はもう悔いなくね、喋り切ろうと思います。はい。で、最後ですね、まあこう自分のこと話しするようになるんですけども、ちょっと悔いのないようにいろいろ喋ろうと思うんですけども、僕ですよ。もうほんとね、あの平凡なね、サラリーマンでした。で、一応ね、最終学歴は高卒です。学がないんですよね。で、そのまま、卒業してね、社会に出るわけですけども、すべてのバイトをクビになったって言ってもね、過言じゃないぐらい、ほんとね、もうほとんどのバイト、まだまだ働き続けたいバイトをね、クビになりまくってました。ちっちゃなちっちゃな成長を重ねてですね、その後なんとかこう社会、就職して、サラリーマンやってましたけども、19年やってましたけども、で、YouTube ね、そんな僕でもね、できるんじゃないかなと思ってね、始めたんですよね。で、やらせてもらってるんですけども、でもやっぱね、僕にできることなんてね、大したことほんとできないんですよね。ほんとに力がない、無力。何かのね、専門家とかじゃないんですよ。なんで、このチャンネルは専門チャンネルとかじゃないんですよ。全然違うんですよ。で、僕結構ね、なんだろう、コロコロ自分の気分も変わるんで、ほんとあれもやってみたい、これもやってみたいっていう人なんで、気の向くまま、思うまま、好奇心のままを動画にして、まあもうほんともう数打ち当たるじゃないけど、質より量の作戦でね、ずっとこう動画を出してるんですけども、とりあえずね、でもね、やり続けるの得意だと思ってるから、19年毎日更新ずっとやってみようって思ってます。これね、やり続けたらね、ちょっとやっぱね、わかんないぞっていうのがあって、やっぱね、喋りもね、ちょっとずつこう成長してるなって思ってる自分もいるし、こう自己表現、自分の思うこと、気持ち、こう声に出す、口に出す。これはやっぱね、気持ちいいっすよね。残り30秒か。はい。で、僕がね、したいの、僕にできることっていうか、僕がしたいのは、やっぱね、こう、人にね、知識提供とかはね、できないんで、人をね、元気にしたいなって思いではやってます。これはね、それだったらね、僕にでもできるんじゃないかなっていうのがあって、特段こう、面白いことができる、言える人でもないし、本当に一般人、今でもごくごく普通のサラリーマンなんですよ。僕、会社勤めしてるんで。そんな僕がしたいこと、できることは、見てくれた方、ね、ネットを通じてでも出会った方を元気にしたいなと思いがあります。なったけど、ちょっと延長しますか。はい。ということでね、答え合わせは3ヶ月後です。全部ね、データ集計して、こう、お見せしますんでね。その間もですね、まあ、どの動画、尺の長さが一番回るのか、ちょっと想像しながらね、見てもらえたらなと思ってます。はい。じゃあ本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。